ありがとう整体の平野です。まあちょっとね、普通の整体、整体やってる方にね、まあ、真っ向勝負という形になってしまっているんですが、まあ骨盤調整のもあまりこう意味がない場合がありますよ。で、まあ、背骨をね、こうよく調整するとね、言いますけども、まあ、背骨、だけね、調整すればいいかというとですね、まあ、今は私が最近しょっちゅう言ってるんですね。腕の緊張が強いために、まあ、鎖骨、肩甲骨、そして肋骨がガチガチになってしまっている。そして、こう見てもらえばですね、背骨に肋骨がこう12対ずつね、これついているんですね。ですから、いくらこの、背骨をね、こう矯正してもですね、肋骨自体が硬かったらですね、やっぱり動きが再現されない。ですから、まあ、背骨を、調整するよりもですね、まあ、ここちょっとすいません、他の整体師さんに怒られるかもしれないんだけども、背骨の調整するよりもですね、肋骨調整をね、することの方が私は重要だと思っていて、肋骨調整をするためには腕の緊張を取り、鎖骨の肩甲骨が動くようになり、そして肋骨が動くようになる、それをしなやかに、この蛇腹がですね、蛇腹の形になっている一つ一つがね、こうしなやかに動けば動くほど、この背骨に対してね、このテンションがきれいにかかっていき、背骨はまあ自然にね、矯正される。まあ、私、矯正するというのはあまり好きじゃないんだけども、まあ、自然に矯正される。そんな形の中でですね、この肋骨調整、まあ、そこに、すごく注目してやってきた結果としてですね、この、平成3年ね、3月、4月にね、このなって、この肋骨調整はね、非常に良くて、本当に上手にいくと、この肋骨が本当にこの縦横無尽にね、このしなやかにこう動くね、そんな、お客さんもね、たくさん見ることができるようになりました。そして肋骨がきれいに動くと、内臓もマッサージされ、そして背骨も、通じて、脊髄、脳もマッサージされる。それが、実現できたら、非常にいいと思いませんか？そんな形でですね、背骨矯正よりもですね、肋骨調整で肋骨がきれいに動くためにね、調整すること、そしてもっと言うと腕の緊張を抜くこと、ここからね、始めてみませんかという話でした。ありがとう整体の平野です。ご視聴どうもありがとうございます。